急ごうぜ。キングの奴ら黙って俺たちを放っておくわけはねえ。とにかく一日でも早く奴らの勢力圏から逃げることだぜ。うん、なんで、ただのその辺の農具じゃねえか。胸に7つの傷の男に次ぐ。貴様が逃げている間この処刑は続く。キング?それじゃこの男は剣を呼び寄せるために。お許しください。なぜこんなことを。なぜ、貴様らに生き死にの理由はいらん。全て俺たちの気分次第や。貴様か、我らキングに歯向かう間抜け野郎は。俺はただ通り過ぎようとしているだけだ。これ以上俺に関わるな。貴様にはキング様の抹殺指令が下っておる。行け場はもうないぞ。貴様にこの攻撃が受けられるか。この俺様の動きが見えるか。蹴りをつければなるまい。敵に見つかったら囲まれちまうな。背後から近づいて一気にやっつければきっと気づかれないぜ。お前はここで待っている。俺はこのビルを越えて潜入する。へへ、俺を置いていこうったってそうはいかねえぜ。あそこを見ろよ。どうした、かかってこい。俺の体に触れられたら
町から出してやろう。なんてことしやがる。触った。家畜の分際で俺の体に触りやがったな。死ねん？貴様この町の人間ではないな。死にたくなければ俺の質問に答える。キングとは何者だ？奴はどこにいる？待て、何でも言うから助けろ。キングは恐ろしい剣法を使う謎の男だ。そしてあの方は自分の居城にいる。さあ行ったぞ。手を渡ろう。ケン、バレちまったみたいだ。騒ぎが大きくなる前に辛かろう。見張りが嫌がるか。奴らの背後を通れば見つからずに済むぜ。侵入したらしい。この辺りに逃げ込んだって話だ。なら袋のネズミだ。ここの出口は向こうからしか開かねえからだ。ちょっと行ってみる。ここで待っててくれよな。やめろボット。行ってしまったか。あのガキは。サマラが侵入者だな。
てやるからな。頑張った甲斐があったってもんだぜ。見ろよ、新しい家畜たちの到着だ。やつら狩りと称してルミンをさらってくるんだ。さっさと歩け。今日からお前らは家畜だ。後でブラッディクロスの夜勤を押さなきゃな。ブラッディ・クロス、そうか、やつだ。昔ブラッディ・クロスを紋章にした剣法を使う男がいた。やつの名はシン。俺の胸に7つの傷をつけた男だ。胸に七つの傷の男が潜入しているぞ。出入り口を固めろ。怪しい奴ぶち殺せ。くそ、一体どこへ潜り込みやがった。酒だ酒、早くしろ。この野郎、もたもたすんな。やめなさい。あ、アート様。たった一人の男にビクビクしよって情けない奴らだ。さ、続けなさい。困ったことがあるなら何でも言うといい。君たちは大事な労働力なんだ。あ、はい。私にも一杯もらおうか。ん？やばい、あの方は自分の血を見ると正気をなくして殺人鬼になるんだ。こいつを一斉に投げつけてハート様を気絶させるしかねえ。バカめ、私の体が剣法殺しと言われているの忘れたか。北斗神拳とかいう剣法を使う男も私が殺してあげましょう。